ここで売っている焼きそばパン、すっごく美味しいですよね。ああ、いつも人気で、すぐ売り切れるんだよな。炭水化物、行くぜ。交代します。ありえないわね。交代するぜ。
ですね。じゃあ早速。どうぞ。空いていますよ。失礼します。こんにちは、ヒイラギさん。まさかあなたから訪ねてきてくれるなんて。どうも。近くで見るのは初めてですけど。なんつうか、ザ・生徒会長って感じだな。改めて、森宮学園生徒会長を務める北斗美月です。そちらの二人は時坂光君と生島空さんでよかったですね。え、私たちのことをご存知なんですか？生徒会長ですから、全校生徒の顔と名前は一通り覚えているんです。いや、何百人いると思ってんすか？名前以外にもいろいろと噂は聞いていますよ。時坂くんはいろいろなアルバイトをされているそうですし、生島さんはご実家の流派を背負う空手部の期待の星なんですってね。そして二人とも柊さんの力になっているとか。え、それって干渉は無用です。今日は聞きたいことがあって尋ねさせてもらいました。なんでしょう、力になれるといいんですけど。校内で流行している占いアプリ、神様の言う通り、そして学園内にその開発者がいるという一部に流れる噂、それらについて何か情報をお持ちではありませんか？アスカ先輩、えらく直球だな。例の神様アプリ、あれについての噂ですか？学園内に流れている噂は一通り把握するようにしていますが、そうですね、確かにあのアプリの開発者はこの学園に在籍しています。本当ですか？その根拠は？あのアプリは北斗動力の提供しているサーバーを利用して配信されているんです。噂を確かめるために少し前に配信主を調べてみたのですが、開発者は森宮学園の生徒、間違いないでしょう。なるほど、確かみたいですね。ちょっと待て、今さらっと聞き捨てならねえことを聞いたような。北斗動力って、あの知らなかったの？こちらの美月さんは北斗グループに連なる人よ。現会長のお孫さんだったかしら。あの有名な。マジか。いや、確かに名前は同じだが。実はそうなんです。まあ私自身はただの一学生ではありますが、ちょっとだけコネを使って調べてみた成果というところですね。いや、そんないい笑顔で言われても。しかしそうか、根も葉もない噂だと思ったが。本当に火のないところに煙は立たぬでしたね。それで肝心のアプリ開発者とは一体誰のことなんですか？そうですね、申し訳ないけど話せるのはここまでかしら。ごめんなさい、これ以上は生徒の個人情報になりますから。理由もなく教えるわけにはいかないでしょ。それはそうですよね。わかりました、そこまで聞ければ十分です。あとはこちらで調べます。ヒイラギさんならすぐに特定できそうですけど。理由があるなら教えてもらっても構わないっすか？あら、昨日俺の太刀が交通事故にあったんです。幸い軽傷で済んでくれたけど、
下手したら危ないところだった。その事故に神様アプリってのが関わっている可能性があるんです。突拍子もない話でしょうけど、そんな理由じゃダメっすか、コウ先輩。時坂君、ごめんなさい。伊吹亮太君の話はもちろん聞いています。もったいぶるつもりではなかったんですけど。封筒？生徒会から不登校になっている生徒に出している通知書です。森宮記念公園の一角にあるタワーマンション、そこで一人暮らしをしている篠宮という生徒への。それってもしかして、その生徒ってのが。何でも入学してからほとんど出席していないそうで、もしよかったら皆さんで届けていただけませんか。では遠慮なく。一つ仮を作りましたね。いえいえ、あくまで生徒会からの依頼ということで。柊さん、時坂君、生島さんもどうかよろしくお願いしますね。